こんにちは、みなみりほです。今日は9点購入品を取っていきたいと思います。約3万6000円分くらいです。ってことで早速お見せしていきたいと思います。まずつけまつげです。アイミーっていうブランドでタイプ32と38番を選びました。これ1個が1190円なの。まあまあまあするよね。この1つで1190円ってまあまあすんねんけど、おすすめって言われたから買ってみた。まあ1つでがっちりつけれるやつなんやけど、これを切って使おうかなって思ってます。次はこの間ね、韓国から友達が来てておすすめされたヘラのリップ、まずマットの方から紹介していこうかな。センシュエルパウダーリキッド、これが404番です。塗ってみます。あ、結構写真で見たより、オレンジっぽい感じだ。で、こうやって見るとさ、オレンジに感じないけど、かわいい。こんな感じ。今日ちょっと秋を意識して秋メイクをしたんだけど、目元がピンクっぽいのね。だからあえて唇はこういう風な感じのベージュで抜け感出してもいいかも。目元が今日こんな感じのピンクメイクなので、かわいい。マット特有のカサカサを感じさせない感じのテクスチャーで、ヘラのマット結構いいかも。次はこれだ。これこそ韓国から来た友達におすすめされたんだけど、なんか新しく出たっぽい、センシュアルヌードグロス、ヌードグロスです。でこれ結構友達と一緒に遊んでて貸してもらったんだけど、結構何回も塗り直してもティント特有のここに角質が溜まって、ここだけちょっとティントの色味がめっちゃすごいみたいな、それがなかったから買おうと思って今から塗りまーす。まずこの友達が使ってたハッシュっていう色味塗るね。塗った感じはね、こういう感じの、あ、ブルベっぽくないみたいな色味なんやけど、こうやって伸ばしたらね、全然馴染む。かわいい。みんな苦手こういう色味。でも最近さ、こういうさ、ピンクが流行ってるやん、また。かわいい。で、次、この422番いきます。これはさ、使いやすいよね。かわいい。使いやすいし、色味的にはちょっと薄いです。だからこの中にお気に入りのティントとかあれば、重ね塗りしてもかわいいと思います。血色リップみたいなね、質感とかが。かわいい。ってことで、ラスト、432番塗ります。かわいい。外れなしだわ。選んだ色全部。こんな感じ。さっきより、ちょっとブラウン味がかかった感じ。かわいいね。無難に選ぶならやっぱこの2つじゃない？ 2 番目に塗った色と最後に今塗ってる色。1個目のハッシュはピンク味が強いから、もしかしたら苦手な人は苦手なのかもしれん。でも私は可愛いと思う。っていうことで、これ一番買ってよかった。次いきます。次、これなんかツイッターでバズってたやつ、メルティングシアーリップっていうやつです。中国ブランドなんだけど、これツイッターでね、めっちゃバズってたの。02番っていう色味です。なんかこんな感じでハートになってんの。ヘラの上から塗ったけど、でもしっかり発色する。ほんとブラウンって感じ、粘膜リップって感じだ。これこそほんとにとろける感じ。もう見たツヤ感がすごいよね。これいいね。でもいつまで続くかですよね。これ飲み物とか飲んだら秒で終わりそう。06番いきます。血色リップみたいな感じ。こんな感じの色味です。かわいい。これが04番、こんな感じの色味。04番塗ってみる。かわいい。どう？かわいい。リップっぽいからそんなに一つで発色しひんかなと思ったけど、結構めちゃくちゃ綺麗に発色する。どう？これ買って損ないかも。1個999円やからめちゃくちゃ安い。これもいい買い物をしました。こんな感じです。ってことで次いきます。まずピカソのまつげ櫛、こんな感じ。
なんかまあまつげコームですね。こんな感じでこうまつげを解いてダマになったところとかをこういう風にやるって感じ。意外とあんまり持ってなかったから頼んでみた。こっちロングバージョンとこっちショート、ショートの方が持ち運びしやすいよって感じ。ピカソといえばスパチュラが結構優秀で、私が9点のやつでも紹介してたんだけど、今回まつげブラシも購入しました。次はペリペラのハイライターを頼みました。ピュアグローリーハイライター、バズりのブラシ付き、ブラシがバズってるっぽい。じゃじゃん、こんな感じ。ヘイグローリーっていう色を使ったんだけど、ちょっと塗ってみようか。あ、すごい、あ、すごい、あ、めっちゃいい。これこことここもハイライト塗ってんだけどさ、もうあ、めっちゃいい、めっちゃいいやん、これ。すごい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 。多分このブラシがこういうところとか去っていけるし、こういうところもいけるし、こういうところもこういう細いからわかる、さっさっていけるし、このブラシがバズってんのかな。このハイライターめっちゃいいわ。なんか最近ロム&のハイライトに再熱自分の中で来てて使っててんけど、多分廃盤になったからこっちにちょっと塗り替えてみよう。次はチークいきます。ペリペラのサンシャインチーク16番と17番。じゃじゃん、これ16、17番。こんな感じのちょっとねブラウン系のチークです。似たような色やな、16番。あ、でもちょっと違うね、こうやって見たら。アイシャドウのベースに使えそうな色味。今出てる結構チークって薄付きが多いじゃないですか。16番、分かりづらいね。これはちょっとメイク動画で使ってみたいと思います。塗ってたモデルさんの写真がめっちゃ可愛くて、秋っぽいなーって思って。まあもちろん夏にもこういうちょっとブラウン系ってめちゃくちゃ映えるから、皆さんぜひ使ってみてください。これは1個680円です。1個680円、安いよね。次はクリオのうちのワンコロ発売、ワンちゃんの、見てめっちゃ可愛い。私がさ毎日メイクで猫のパレット使ってたの覚えてますか。で今回犬バージョンが出て、シール付き、ステッカー付き、めっちゃ可愛い。これをゲットしました。見て、ここにゴールデンレトリバーがいて、ここに犬の足跡がついてる。で、これ口？口かな。で、これ骨っことか。めっちゃ可愛い。色味見せたいけど、使うのがちょっともったいないので、メイク動画でこれはお見せしたいと思います。色味もめちゃくちゃ使いやすそうやったから買った。こういうもうブラウン系があって、で下にピンク、パープル系もあって、どんなメイクにもいろんなシーンでも使えそうだなと思って買いました。次はデイジークのブレンディングムードチーク09番のアーモンドバニラっていうやつを選びました。こんな感じ。全部で4色ついてて、ピンクっぽい血色感のピンクっぽいやつとか、優しい感じのオレンジとか、ちょっとブラウンっぽいやつとか、ちょっとパープル味がかかったすごい血色のいいピンクとか、ちょっと抑えめなピンクですね、こっちこっちよりかとか、いろんなやつがあって、これをブレンディングして使ったらめっちゃ可愛い。これは早く使いたかったの。でも購入品紹介をして開けようと思ってたから、ごめんけどまだ使ってないんだけど、また使ったら感想を言います。でラスト、リップ紹介に行きます。ガラス玉のような光沢クリスタルグラムティント、じゃじゃん、こんな感じで。これ4色買いました、クリオの。時間が経っても乾燥しない、ベタベタしない。だって4、6、7、8、こんな感じの色味。08を塗っていきたいと思います。かわいい、こんな感じ。かわいい。なんか塗り心地としてはバニラ粉の、あ、すごい、ティッシュオフしてもこんなに取れない。バニラ粉の私ティントめっちゃ好きで使ってたんですけど、バニラ粉のティントをちょっとウォータークレンジングでも落ちにくい。すごい、これ結構多分落ちないわ、飲食しても。バニラ粉のリップを塗り心地をちょっと硬くした感じ。ヘラの方がスル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 、リップっぽい塗り心地です。こんな感じです。かわいいよね。メイクともぴったりじゃない？ピンクメイク。はい。
ということで、今回は9点約3万6000円分の購入品紹介でした。今日買った中で私がおすすめするのは、全部おすすめなんですけど、クリオのねアイシャドウパレットは正直このワンちゃんよりかは猫の私がメイクで使ってた方が使いやすいと思う、色味的にはね。でも掛け替えということで、まあ色も全然使いやすいから全然使えないけど、あっちの方が色味的にはもしかしたら使いやすいかもって感じ。でも犬好きの方は絶対買ってください、これめっちゃ可愛いから。あとおすすめは、まあこれはなんだろう、値段通り普通に良かったけど、ご飯食べたらもしかしたら取りやすいのかもしれない。でも塗り心地のテクスチャーマジでリップ塗ってる感じですごい良かったです。で、一番のおすすめはヘラのリップですね。これは買って正解。韓国のお友達におすすめされただけあるわって感じ。質感とかテクスチャーが全部良かった。マットの方も塗った感じが全然乾燥しなさそうな感じのタイプのマットタイプですごい良かった。あとはペリペラのリップかな。でも今回リップがめちゃくちゃ大優勝しすぎて大満足です。はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。見てくれてありがとう、バイバイ。なんか色味とかで質問あればコメントしてください。